吉原さんはきょう付けの書面で、8月の余一町長選について、出馬の道を探り続けましたが、出馬に至る環境が整わず、今回は見送る方向とさせていただきましたとのコメントを発表しました。 また吉原さんは現職の斉藤圭介町長と政策で共通する項目が多くあるとして出馬により町を二分するような形ではなくさらに町を活性化させるため出馬する決断に至らなかったと説明しています余一町長選に立候補の意向を表明しているのは現職の斉藤町長のみとなっています